はい、走ってる。あ、こっちが浦和なのね。こうやって見るとコースのなんか全体像がなんとなく分かりますね、今のとこから見ると。来てる、走ってる。そうだ、これこっち行くとあれだな。そうだ、これでこっちで、これ CB ミーティングのとこだ。ああ、そうだ。ちょっと見てきますか。あ、はい。すげえ。なんか、ネタ感のところに。あ、晴れてきて、入ってる。はい、そしてこれからちょっとそっち出ちゃおうか。コレクションホールの方に行きたいと思います。今野田さんの、ご厚意でというか、ピットの中まで入れまして、でちょっと中で写真を撮って、で、昼食を今ついでに食べて、でこれから、コレクションホールの方に行きます。なんかね、 BM のなんかやってたんですよ。 BM、 これが BM の試乗会みたいな。でもそのなんか多分サーキットの試乗会なんで、ライセンスのない人はダメみたいなんですけど、で中野真也さんと高田なんとかさんがデモ走行みたいのを今やってました、サーキットで。左側はサーキットですね。結構ね、起伏があるんですよね、サーキット。だからパレードラインやった時も思ったんですけど、上り坂とかね結構あるんですよ。だ、周りのこういう道路走るとよくわかりますね。これだけ登ってるんですもんね。まあ、これはちょっと上、橋の上なんですけど、この道路の下をくぐる感じなのかな。あ、違うのか。あ、そうです、そうですね、この下を多分くぐって、いや、こっちからこう行く感じですかね。
こっちはグランドスタンドが見たの。あ、お？これあそこバイク入れて写真撮ります？え？そこ入るから。入れんですか？すげえ。すごいな。はい、CB1000R を借りました。うわ、全然座った感じが違うな。うわうわ、大丈夫かな。怖えぞ。うわ、足が窮屈。うわ、全然出足が違う。音が気持ちいい。あ、どうなんだろうこれ。これクイックシスターだ。なんか怖いな。ここは何？あ、ここはお金いらないのか。入場あ、これただですか？ただです。あ、ただです。うわー、これいいなぁ。かっこいいね、やっぱり。S600?500 だ、一番最初のやつですね。このカブはね、1958年。俺より俺も生まれてません。いやー、この S、 これかっこいいな。ね、もうだって最初からもう完成されてるって言ってもね。今走ってても、まあ、もちろんちょっと60年前とは思わないですよね、うん、全然思わない。ちょっと古い株かなぐらいで、うん、あ、これ初代のやつ、すごい綺麗な一番初代モデル。あんまでも雰囲気が変わらない。全然変わんないですよね。
そういうの持ってました。これ店にあります白バイだけないんですよね。白バイだけないんですけど、っていうか白バイ売ってるじゃん。売ってるんですけど、向こうの辺りお店はありますか？向こう向かいもあります同じのがこれはいつのやつですか？2009年。10年以上前ですね。10年前でもこれ乗ってみたいなと思ったら全然早いですからね。こっちはこれあの乗ってるやつ 100cc だ。 100cc、これ市販してますよ、ね。へえ。スポーツ 360cc か。なんて49年だもんな。全然見たことないもんね、こんなの走ってるのは。あ、これあれですね、あの湯たんぽのガソリンタンク有名な湯たんぽがね、2階です。 CB が置いてあります。 CB が、そうですね、うわーすごいすごい。これいいですね。あ、これ CL に。でも400、あ、もう CB の400ってこういうのってあります？あ、ないです。これ俺このマフラーが好き。すごいなこれ。スクランブラーみたいで。1970年と思えないデザインですね。これかっちょいいな。かっこいいですね。かっこいいこれ。あれ今7班作ってないって話をしたもんね。まあ違いましたっけ。今作ってないですね。7班ないですね。でもこのぐらいのモデルが一番ないかいい感じなのかな。これで750になったらしいですからね、国内の排気量の、CB がこれ750で出して。こっちは何ですか？赤バイ。それあれじゃないですか？消防。消防だ。消防。ああ。あのこういうのみたいな3億円事件のなんか。ああ、なんかね、あのこういうバイクでした。結構これレスターしてるんですよね。なんか新品っぽいな。面白いな。ね、ついですね。そして CBX 6気筒。のぼりんさんが今試乗会です。
違うでしょうね多分。うわあれは重いもん。ちょっとね、いやいいな、自分のバイクをこうやって自分のバイクを客観的に見るっていうのもいいですね。走ってるのをかっこいいです。バイクって感じですよね。それいいっすよ。なんかね、乗り心地が忍者と全然違う。違うっしょ。全然違うんですよ。乗るともうものすごい軽いっていうか、うん、あーはーはーはー、簡単に乗ってる気はしないですね。うんうんうん、買うな。来月だったら買っちゃいましたな。でものぼりさん、これの前ペケジェの1300ですからね。ペケジェの1300、うん、それも重そうです。あれもね、重いと思うんですけどね。これより重いんじゃない。うん、重いのかもしれないですよ。あ、最新のバイクですからね。あれはもう逆まさにあの形で作ったバイク、そうね、バランスあんまり気にしないのに逆行してるバイクですからね。いいな。初めて見るな。クレってもうないですもんね今ね、大型は、うん、あれが最大です。1100、あれが最大現行モデル。音がいいな。あれね、自分で乗ってると音わかんないっすよ。へえ。うん、あの低音のあの音は自分じゃ聞こえないんですよね、メットかぶっちゃってると。動画にすると聞こえない。そう、あ、だからね、たまに動画でも携帯のイヤホンだとダメですね。あのスピーカーだとダメで、ちゃんとつなぐと低音が聞こえるんですけどね。なるほど。でもあの乗ってたペケジェと比べてどうですか？違います。違います。違います。ああ、印象としてはものすごい、あのこの起こすときは、まあ、今こっちは全然大丈夫、軽い。ああ、乗っちゃうと。はい、すごい軽かったです。やめときます。やめときます。ちょっと足使う。足もね、乗ったら全然軽いですよ。これもね、何回か試乗したことあるんです。ああ、はあ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 。あとやっぱこう視点が違うから感覚が違う。うん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 。それは大丈夫なんですけど。いや、大丈夫ですよ。大丈夫かな。忍者の方がなんとなく乗りにくいんじゃないかなって気がしなくても。うん、そうなんですよ。もう最悪買い取っちゃえばいいんですよ、大丈夫です。あ、これでもう半クラ効いちゃうんだな。あ、近いんだな。で、ちょっと少しだけ。
がるな。やっぱり曲がるのは曲がりやすいんだな。視線、あ、すげえ、すげえよく曲がる。曲がる曲がる、曲がりすぎちゃう。うわー、いやー、すげえな、こんな違うんだ。はあ、あー、抑えねえとだんだんどんどん入っちゃう中に。感じが分かんない。はい、というわけで、茂木から今帰るところですけども、今これ茂木の中のホテルとかですね。野田さん飛ばすねん。もう見えない。バスに阻まれてフランス料理ってちょっと行ってみたい気がしますよね。あ、まあ、どうですか、ね、まあ、ただちょっと事前に調査しないとなんか、うん、はありそうな気がする。ちょっとなんか期待しちゃうじゃないですか。なんかジビエでこの辺のなんか肉が食えんのかなとかさ。でも結構このこういう風にお店こういうところに出したら勇気いります。いりますよ、いりますよ。だってすごいよ。はい、というわけで、おお、桜がすごいな。今、ツインリング茂木を出て走ってるんですけども、野田さんとはちょっと
野田さんはあの行く場所はちょっと用事があるということでもう先に行っちゃいまして、私と今後ろのぼりんさんとスーさんと3台で、走ってます。でのぼりんさんもちょっとどっか他に行くところがあるそうなので、まあ私とスーさんで高速乗ってこれから帰ろうと思いますけれども、今もうナビ通りに走ってるんでどこ走ってるのか全然分かりません来た道とは違う道ですね、これはね。この道が正解だったのかどうなのか分かんないですけども、いや今日はでもね、まあ、野田さんに案内してもらったおかげで、その茂木のね、なんか会員カードみたいのを持ってるんで、サーキットのちょっとあの壮行会やってたのを見させてもらったんですけども、それももう空いてるピットまでバイク入れてでピットから見たりできましたし、で温泉もね入って、でちょっと温泉出た後あのホテルでちょっとロビーでくつろいで、私はちょっと仮眠取ったんですけど、そんなんでもう今もう元気100倍ですよ。元気100倍。これ何、直進、直進だねこれ。直進か、もしくは、結構まだね家着くまでに2時間だわ。近いようで意外と遠いかな。まあすいません話が途切れちゃいましたけど、そんなわけで、とりあえず今日の動画はこの辺で締めたいと思います。本当ね、野田さんにはお世話になって、いろいろと最後、みんなのぼりんさんのとかね、大試乗会みたいな、私のバイクも乗ってもらったりして、遊んでましたけども、本当に楽しい今日はツインリンクモテギツーリングでした。野田さん、またのぼりんさん、スーさん、ありがとうございました。というわけで、また次回何かの動画の時にお会いしましょう。皆さんご視聴ありがとうございました。それでは。